韓国とは大塚は31日、女子プロバスケットボールの公式飲料支援を行うと明らかにした。とは大塚は来月3日に開幕する2018から2019女子プロバスケットボールを皮切りに、3シーズンの間、選手たちに飲料やスポーツタオルなどの用品を支援する。合わせて、 韓国女子バスケットボール連盟で行われている少女バスケットボールキャンプと大会を新たに講演し、女子バスケットボールの人材育成にも努める予定だ。